はい、コツのおしめ部屋へようこそ。今回ね、開封するのは、前回の続きになっちゃいますね。はい、こちら、ドドンとね、はい、先日、開封させていただきました、挑戦士シールウェアハウス、はい、こちらをね、もうワンボックス、はい、開封したいと思います。いやこれでね、コンプできればいいんですが、どうでしょうかね。では開封します。はい、開封しました。はい、ではね、ザン、はい、ではね、早速一袋目いきます。今回はね、ちょっとダブリが多いと思うわ。ドドンじゃなくてね、コカーンって音が鳴りそう。はい、ではいきます。要は2ボックス目だね。はい、200個目、1枚目いきます。せーの。あ、持ってない。お、持ってない。トランクス、これも劇場版のトランクス。レアじゃねえ、ノーマル。おお、幸先いいね、持ってない。はい、では、2枚目いきます。せーの。お、これも持ってないぞ。お、順調順調、邪念版ブラックレア。おお、いいね。はい、3枚目いきます。せーの。ああ、こう持ってるな。はい、先日出ました。では4枚目いきます。せーの。持ってないぞ。ゴクア&ブージン、レア。はい、では5個目いきます。せーの。あ、持ってるな。持ってます。では6枚目いきます。せーの。あ、持ってる。あ、持ってますね。はい、では7枚目いきます。せーの。あ、ちょっと待って、あれ、これはシークレットですよね。あれ、シークレットじゃない。ああれ、ほら、ライジングゴッドレアか。思ってねえぞ。あれ、ゴッドレアと、あ、じゃねえ、シークレットと似てる構図だったからシークレットかと思った。あ、ライジングゴッドレアか。おーおーおお、持ってない。2つあるうちの1つ。これでライジングゴッドレア揃いましたね。よしよしよし、いいボックスだこれ。ちょっとこれもまた光にかざして、最後ちょっとね、電気を消してみたいと思います。はい、では、8枚目いきます。せーの。あ、ボージャック持ってる。はい、では9枚目いきます。せーの。あー、持ってる。悟空。はい、では左側ラスト、はい、いきます。せーの。お、これ持ってないぞ。これは持ってない。かっこいい、孫悟天&トランクス、ゴッドレアだね。
では、残りの10個右側1枚目いきます。せーの、ああほら持ってるし、さっき出たし、はい、では2枚目いきます。せーの、あ持ってる、はい持ってる、はい3枚目、せーの、あ持ってる、さっき見たし、はい、では4枚目、せーの、あ持ってるし、では5枚目いきます。せーの、持ってるし、やべえダブル地獄入ってきた、はい、では6枚目いきます。せーの、あ持ってないぞ、これは持ってない、ご飯アタックレアっぽいな、これねアタックレアか、アタックレアってあれなんだね、全部元気玉のアクションポーズなんだね、うん、全部元気玉絡みですね、うん、はい、では7枚目いきます。せーの、あーちょっとゴッドレア目さっき言ってたやつね、ちょっとまだシークレットの1個が出てないぞ、はい、いきます8枚目、せーの、あ持ってない、あまだ持ってないのあったか、ランチだ、しかも変身前のランチ、うん、かわいいね、はい、ノーマルプラスメカデフォルメ、いいねこのシール、はい、では9枚目、せーの、あこれはって持っているライジングゴッドリアか、あ違う、ね、ライジングじゃねえや、エボリューションレア、あこれは持ってるな、やべえシークレットが出ない、やっぱあれって一箱に一枚じゃないな、これで出れば奇跡、いきます最後の一枚、せーの、あ違うけど持ってないあ違うけど持ってないや、まだ元気玉あったか、アタックレア、ということは多分あれもうシークレットしかないな、持ってないの多分、このラインナップを見ると、うん、やっぱシークレット、最後のシークレット27番がないかな、戦いは続くなこれは。はい、ということでね、また手に入り次第開封したいと思いますが、そろそろまた溜まったと思うんですよね。あの蓄光型、言いにくいんだよな。あの蓄光型のね、こちら。ブロリー、はい、ちょっとね電気を消してみましょう、いきます、うお今回はテレビの光も消したんで、すげえいいね、
っこいい。はい、いやこれはいい、うん、やっぱいいね。はい、ということでね、今回200個目、開封させていただきました。結構持ってないのもあったんでね、まあそろそろリーチがかかってきてると思います。またね、ちょっと手に入り次第、開封したいと思います。とりあえず今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。